先乗りスカウトとは、主に、プロスポーツ競技において、先立って対戦相手の試合を視察して、情報を収集して分析すること、または、これを行う人物のことである。英語では、アドバンストスカウトという。日本では、スカウトが、人材発掘及びその勧誘の意味で取られることから、偵察や、偵察隊、あるいは、スパイ部隊と呼ばれることが多い。 日本のプロ野球における先乗りスコアラーに関しても、本校で扱う。勝負時において、対戦相手の詳細な情報を事前に入手することは、これをもとに相手に合わせた戦略を練ることができるなど、非常に有益なことである。また、この情報を、より価値のあるものにするには、より多くの情報を蓄積し、なおかつ常に、最新の情報を更新していく必要があり。 この役割を担うのが先乗りスカウトである。先乗りスカウトの主な仕事は、実際に対戦相手の試合会場に赴き、そこから作戦の傾向や選手の特性などを解析して、レポートにまとめることである。その仕事内容は非常にハードなものであり、対戦相手の移動に合わせてスカウトも移動を凝、行し試合を観戦した後は、 滞在先のホテルでその日のうちにレポートをまとめ、翌朝には再び対戦相手に合わせて移動を行わなければならず、ほとんど帰宅する暇がないことも珍しくなく、加えて基本的に自身の所属するチームとは別行動であるため、そのほとんどを一人でこなさなくてはならない。まとめられたレポートはスカウティングレポートといい、その量は一試合分だけで数十ページに及ぶこともある。 その一方で、同じ競技であっても実際にレポートを活用する選手にとって情報型とならないように、レポートのほとんどを占めるセットプレー等の情報を大幅に省き、個々の選手の情報に重点を置くことで数ページ程度にまとめるチームもあり、チームごとにスカウティングのノウハウが存在する。各チームの状態を対戦相手の目線からのスカウトの警戒や切り捨てコメントは、 選手の仕上がりを判断するための指標として、スポーツマスコミに徴用される。財政事情などの理由で、先乗りスカウトを設置することのできないチームは、これに変えて試合ビデオのチェックなどにより情報分析を行うこともある。近年は、情報技術の発展に伴って、情報解析ソフトやシステムが多くの競技向けに開発され、これを活用するチームも増えている。 日本のプロ野球においては、各球団と契約を結んだスコアラーが、情報収集及び解析を行い、俗に、先乗りスコアラーと呼ばれている。これは、野球はスコアブックによって試合状況のほぼすべてが、試合の再現が可能なまでに詳細に記すことが、可能であることと、日本で初めて球団専属でこの役割を担った、終わり球児がスコアラーとして雇われたことに由来する。 上記の通り、日本で初めて球団専属のスコアラーとして戦力分析を担当したのは、オワリ9時である。当時大阪の毎日新聞社のスポーツ記者であったオワリは野球研究の一環として統計的にスコアをまとめる作業をしていたところ、個々の選手の投打の傾向や投手と打者の相性などに気がつき、このデータをまとめ取材で進行のあった南海の監督。 鶴岡和人に見せたところを大いに感心され、後に、終わりが難解の専属スコアラーとなるきっかけとなった。なお、先立って対戦相手の試合を視察するスコアラーを、先乗りスコアラーと呼ぶのに対して、チームに帯同し、ベンチ入りもして、選手たちに情報を提供するスコアラーを、チーム付けスコアラーと呼ぶ。ありがとうございます。